うなぎさんもうなぎ正勝も、もしかしたら暴かれちゃう可能性ありますよね。それ僕自身もあるし、確かめてみたいですよね。そういう本当にこう実がどこまであるのかっていうのを確かめてみたい気持ちはありますよ。お疲れ様です。わざわざありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。深夜東部カッチュダン AOK。 ノア、そうっすね、初参戦。なんだかんだで結局流れてというか、思ってたよりもやっぱり時間がかかりましたよね。やってみたい気持ちはあったんですけど、やっぱ自分が思ったよりも、はい、遠回りをしましたよね。でもっと早かったらなんか逆にニュースというか潰されてたところもあると思うし、その意味ではなんかすごくいいタイミングなんじゃないかなとも思う。はい、整い始めてるじゃないですか、側が整ってきてて、で試合も熱があって、で人が集まってる、まあ、当然やりたくなるものだと思うんですよ。やっぱそこは思ってましたね。あと何よりもやっぱりこうやる気があるっすよねそう思いましたよね。一番こう頑張ればとか、何かと戦って勝ち得たら、その先にこうリターンがあるって思ってるんですよね、多分全員が。それはこう選手だけじゃなくて、周りの関係するスタッフも含めて、やる気というか熱意があるっていうのはこうちょろっと遠くから見物していて感じているし、だからいつね、こうバーンって大きくなってもおかしくないかなって思ってますけどね。まあ僕はそのやっぱ一番こう影響を受けたのもね、家臣さんだんで、ちょうど家臣さんが新日本に行ってプライド出てみたいな時代に、やっぱりこう一番力をもらったというか、そこにこう一番影響を受けてて、そこでこう人生狂わされた感じですね魅力でもやっぱ何が今僕が感じるのは、やっぱ解釈が多様なことっすよね。でこう正解がない面白さがやっぱ一番感じますよね。なんかどうしても正解みんなが求める中で、こう正解がないし解釈の仕様だし、むしろこのカルチャーとしてこう見る側として、なんかそこら辺のこう面白さ、文脈の面白さはありますよね。はい、僕がする理由は、単純に言うとやっぱこう強くなるというか、その自分の中での解釈幅、表現の幅を見つけることによって、やっぱ強くなるっていうのに必要だからじゃないですか。それはなんかやっぱり僕格闘技やっていく中でも、やっぱ両方必要だと思って、必要だからやってるっていう感覚ですよね。いやでも僕ね、拳王チャンネルウォッチャーですからね。はい、知ってました。僕あの最初の始めた時から見てますからね。はい、あの海を越える動画は出てないですけどね、はい、あの拳王チャンネルのおすすめの見方は、ちょっと再生の速度を 1.56 ぐらいで上げるといいですよねあれ一番いいおすすめですよ。ちょうどいいんですよ。そうするとあのゆっくりじゃないですか。 1.567 ぐらいがおすすめですね。2だとちょっと早いですよね。はい、慶応選手の喋りがちょっと遅く感じる。いや、だいぶ遅くないですか、ね、ゆっくりだからこうギュッてね、こうギュッてするとこうそれっぽくなるんですよね。はい、はい、ずっと見てますよ。はい、なんかこう格闘技側から見た宇奈木さんって、やっぱりこう、まあ、最初のものを作ったというか、何もないところから一つの形を作った人で、その格闘技の技術みたいなところっていうのは
こう正直こう離れてる期間多いじゃないですか。からどうなんだろうっていうのはやっぱあるんですよ。こうそれはこう腐す意味じゃなくて、どんだけあるんだ、どういう形のものがあるんだろうっていう興味はあって、確かめてみたいですよね。そういう本当にこう実がどこまであるのかっていうのを確かめてみたい気持ちはありますよ。一回ね試合してんすけど、その時短かったし、まだ掴めてない部分があって、この2023年にどんなもんなのかなっていうのはやっぱ試してみたいですよね。そこでこう僕自身も宇奈木さんも宇奈木正勝ももしかしたらめくられちゃうというか暴かれちゃう可能性ありますよね。それ僕自身もあるし、そこで言うとやっぱりこう潰す潰されるっていうよりも、この試合はこうどっちがめくられちゃうのかって話ですよね。GHC マーシャルアーツルースリートンとかないんですよね。そこはちょっとなんかこう面白みないですよね。スリーカウント取りたかったんですか。いや、やっぱりスリーカウントがあるからサービションが取れるし、サービションがあるからスリーカウントが取れるっていう、こうお互いこう比例的な関係なんで、やっぱりこうフィニッシュする率が下がりますよね。難しくなるっす。背中つけちゃいけないから逃げるから取れるし、でサービションで追い込むから背中つけてくれるしっていう、その関係性上のこのゲーム性というか、そこの技術が使えなくなるから難しく、難易度上がりましたよ。はい、まあでもその分逆もありきですからね。こうスリーカウントがないんで、こう守りに徹することもできるし、こうサービスショーの難易度が上がるからこそ取って取られの技量が出るっていうのがあるから、まあそこは技量ぶつけ合うしかないんじゃないかな。家臣さんに一応なんか出ることになりましたっていうので、もし会場でお会いしたら一つよろしくお願いします。一応仁義切ったんですよ。僕なんか一応仁義切って連絡したら、多分その日入ってないのかどうか分かんないですけど、ああそれは良かったですね、おめでとうございます、でも会場で会うことはありません、合唱って返ってきました。これどうやって返したら、気使ってね仁義切ってんのに怯えて、なんかこう何かされたらとかどうしようと思って仁義切ってんのに、そうやって返されて返せてないですよ、その後怖くて。え、どうしてます、扱いどういう、どうしてます、みんなどうしてんすかね。なんかこう真面目に言ってんのに全然なんだな。同点4両国国技館アベマプレゼンツマジェスティック2023、ノアのリングに異色の戦いを生んできた GHC マーシャルアーツルールのカードが決定。緊張感マックスのシングルマッチ、ラストサムライ宇奈木正勝、対戦相手は青木真也、ノアス参戦、5月4日両国国技館、宇奈木正勝に強さと戦いをぶつけます。宇奈木正勝 VS 青木真也、 GHC マーシャルアーツルールで対決、危険な遭遇、1秒たりとも目を離すな。